入江大生は、栃木県日光市出身のプロ野球選手。宇藤右内。横浜 DNA ベイスターズ所属。日光市立今市中学校在学時に、県王宇都宮ボーイズに所属。3年夏には、投手兼外野手で、全国大会8強。作新学院高等学校では1年秋から、ベンチ入り。2年夏には、夏の甲子園大会に、背番号。 11として、メンバー入りし、3回戦九州国際大付戦で1イニングを無失点に抑える。3年夏には、第98回全国高等学校野球選手権大会に一塁種、打順は3番もしくは4番として出場。2回戦、人生学園、渡辺優、3回戦、花咲徳井、綱脇木里志、準々決勝木更津総合。 早川隆久から史上7人目となる3試合連続本塁打を放つなど、エース投手の今井達也等と共に、作新学院の54年ぶりの全国制覇に貢献する。投手としては10から2と大差のついた、準決勝、明徳義塾戦の9回のみに登板し、3番、西浦聡太、4番、小賀雄大らと対戦し三者凡退に抑えた。 ブファユーマイナス18アジア選手権大会にも日本代表として出場し、レフト及び指名打者として優勝に貢献する。明治大学進学後は投手に専念する。東京六大学野球リーグでの通算成績は37試合に登板し、5勝7敗、防御率2.59、121奪三振。 2020年10月26日に行われた2020年度ドラフト会議において、横浜 DNA ベイスターズから一巡目で単独指名を受け、11月19日に契約金1億円、年俸1600万円で仮契約を結んだ。背番号は22。2021年、開幕5戦目となった3月31日の東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初登板、初先発し、 5回を投げ8アンダ5失点で敗戦投手となった。4月21日の中日ドラゴンズ戦で先発するも4回を投げ5アンダ5失点で4戦4敗となり、い、おさめ小一の球団ワースト記録に並んだ。4月23日に再調整のため出場登録を抹消され、5月3日の二軍戦、当番後には右肘の張りを訴えリハビリ調整を行うこととなった。 7月11日に二軍戦に復帰したが調子が上向かず25日の当番を最後に手術を決断8月16日横浜市内の病院で右肘のクリーニング手術を行ったことが球団サイト上で発表された全治は明らかにされていない最速時速 153km のストレートにスライダーカットボールフォークボールカーブなどの変化球を混ぜて投げ込む 特にスライダーに対する評価が高く、野球評論家の山本正は、縦に鋭く落ちるスライダーは、現時点でも一軍の打者が手こずるだろうと評している。また、山本は、入江の投球フォームについても、打者からすれば急にボールが出てくる感覚になるので、タイミングが取りづらいフォームのはずであると評している。ありがとうございます。